JAL シティ東京豊洲からですね、タクシーで月島の方にね、向かっています。大体タクシーでですね、10分ぐらいで、月島のね、もんじゃ街に行きます。お、来ましたよ。月島西中通り3番街。もう全部もんじゃ焼きじゃないですか、これ。おー、もへじ。おー、全部もんじゃだ。すげえ。なんか、月島こんな綺麗になっちゃったんですね。今ね、月島まで、タクシーでね、1メーターで、来れました。これからね、ちょっと予約したね、もんじゃ焼きに行きます。これ違うかい。点々ではございません。あ、違うな。あそこですね、ザ・シティ。あそこにあります。おー、このビルの6階、こぼれ屋。個室もんじゃ行きます。今日は三田さんが来てます。高層階のもんじゃ焼きってなんかちょっと、すごいな、おしゃれ感が。はい、店内はですね、ほぼ満席でですね、この間接照明でね、非常にですね、雰囲気があってね、はい、いい感じのお店です。おー、景色のいいもんじゃ。はい、メニューはね、こんな感じで、昔ながらのタイプからですね、ちょっと変わり種のもんじゃまでね、いっぱい、ラインナップがありますね。焼き方もありますね。はい、こちらがですね、ドリンクメニューですね。まあ、カクテルからね、ワインなんかもありますね。変わり種ありますね。スボーイカーとオリーブのイカスミ、チュックのマルゲリータ、マドカのシェヌベージ、すげえ。おい、これなんだ、シェヌベージのタコ。ジェノベージ、ジェノベージ、ちょっと焼いてくれる。すごい、これやってくれるってすごい。勉強勉強して、次は自分でやろうかな。すごい。これいつも混んでるぞ。手際がいいね。プラスやろ。早い。プロ。もんじゃの神なんじゃない。おー、すごい。あ、これはこれはこれがジェノベージ。これがジェノベージ。なるほど。知らんと頼んでるの。ジェノベージって何かと思った。これか。すげえ。ライブもんじゃ初めて見た。すごい。朝っぽいな。ジェノベーゼって何、バジル。すげえ、見たことないもんじゃが完成しようとしよう。正解やな、これ正解やで。これすごい。あ、これで固まったら食べれる。はい。おお、素晴らしい。ありがとう。素晴らしい。これね、キュウリ。どういけば。いやいや、別にこういうやつ。シェノベージュの。ジェノベージュ。ジェノベージュ。はい、飲みます。乾杯。なんかちょっと、もんじゃにワインっておしゃれですね。うまいな。ワインに合う。これ昔ながらのもんじゃ焼き、すごい。ボトルのワイン入れましたよ。近い。マジで暑い。なにこれ。これ普通に作るの結構大変なやってもらうのいいの。
マジで熱いっすよ。あんなに手際よくできないっすね。やったら、すげえ。おい、できた。すごい。そう、上から、上から。これこういうじゃないのかな。上に乗せんじゃん。やるか。こういうやん。あ、そうか。そうだね。こういうこと、あ、こういうこと。ボロボロ。アスパラです。48これリブロース990円でございます、はい、これを軽く炙って食べます、はい、ちょっと来たうわいったうわえこれ1枚えちょっと待って1枚や直箸で1枚やん直箸でこれこぼれ屋かこいさんへ食べてね出かけたんですけどちょっと月島をちょっと散歩してちょっとなんか良さそうな店あるか探してますバーセンチュリーここにもんじゃ焼きがいっぱい並ぶ中ねここにバーがあるねここに行ってみたいないわあ、月島にもショットバーとかねあってすごい楽しめるねところなんでまたねゆっくり行きたいと思いますこれからねタクシー乗ってホテルに帰りますはいタクシーでね10分ぐらいでねジェルシティに到着しますおはようございます、今ね9時前なんですけど9時チェックアウトなんで今ね8時ぐらいなんですけどこれからね豊洲市場に行って、まあ、チェックしてチェックしてっていうかね、はい、なんか競りとか取引とかやってるのか分かんないですけども、まあ、それを、ね、見てですねその後なんかちょっとご飯をね食べようかななんて思ってます、はい、これがねジャルシティの朝でございます、ね、こんな感じで朝もねいいですねなんか、はい、ちょっと行ってきますね、チェックアウトしましたこれかなこれが多分市場だと思うんでちょっとね行ってみますはい、本当に目の前でしたね、はい、豊洲市場これ一般でのとこどこに行けばいいんだろう看板ね右でしたねこれ江戸前城下町とかね一応これ場外なのかな場外であのエスカレーターを上がっていくと市場に行けるみたいですね本当に歩いて2、3分ぐらいこれはねエスカレーター上がっていきます、はい今はね午前5時から3時まで検温してね入れるみたいですねあ豊洲市場前駅でしたねエスカレーター上がったらそしたらそこの市場の方に行きますこんな感じでこれはね飲食店がいっぱい並んでます入り口いきなり奥のですね、競りのやってるとこまでね、歩いていきます。マグロですね、これほら。マグロいっぱいある。競り終わっちゃったかな。はい、競りもね、もう終了したような感じになりましたんでね、ちょっと他の塔にね、行きたいと思います。次はね、隣のあっちの塔行ってみますね、向かいにある。はい、今ね、マグロの競り見たのはこっちなんですけど、こっちの塔にね、行ってみますね。これだけの商店が並んでますねいっぱいあるこれはいこちらはですねお土産がね買えるスペースになりますねこちらの方でですねなんか卵焼きだったりとかなんかだしのね昆布とかねカツオとかそういったものをね買えるようなところとかおしんこなんかもありますねちょっとですね場所変わるんですけどスペース移動してですね飲食街にね入ってきましたこちらにお寿司屋さんとか、まあ、海鮮丼のお店がねかなりいっぱい並んでますねはい、いろんな並んでるお店もね結構あったんですけど今回はねここの中屋さんっていうところで、まあ、なかなかお客さんも入っててですねなんか美味しそうな感じだったんでね入ってみようかなと思いますでメニューはですねこんな感じになりますね
今日はですね、このウニ入り海鮮丼をね頼んでみたいと思います。早速ね、ウニ入り海鮮丼が到着しました。こちら2250円ですね。はい、お惣菜とですね、お味噌汁がねついてきて、その値段になりますね。こちらイクラとね、ウニがね結構な量入ってまして、ウニのね量もね結構いいですね。はい、美味しそうです。今ね豊洲市場行ってきました。中屋さんのね、あの海鮮丼ね、結構いろんなものが入ってて、なんかマグロとかね、サーモンもね美味しかったですね。ウニがね若干ね、あの色がねおっと思ったんですけど、食べたらめちゃめちゃ美味しかったですね。はい、なかなかね、あのいい海鮮丼でしたね。あれでまあ2200円ぐらいだったら、うん、美味しかったんじゃないかなと思います。まあ、他のね、店舗もね見て回ったんですけど、結構ね値段的に結構3000円とか結構してたんで、まあ、あれだけいろんなもの食べれてね、はい、あの値段だったらいいんじゃないかなと思います。非常にね美味しかったです。はい、まあこんな感じでね、あのまあ一応半日というかね、まあ夜、まあジャルシティ泊まって、もんじゃ焼き食べてね。はい、まあ、豊洲だったら一応朝5時からやってますんでね、まあ次の日、もう朝からね、ちょっと仕事の人でも、まあ楽しめるようなね、プランになってると思いますんでね、ぜひ、こんな感じで、あの、遊びに来てみたらいかがかなと思います。それでは。